多くの人が夢や目標を達成せずに人生を終える。それどころか中年になった今では挑戦することもない。気がつけば家と会社の往復だけだ。会社でもただただ終わりの時間を気にしている。家に帰りゃテレビを見て、飯を食って、携帯いじって、酒飲んで寝るだけだ。あっという間にまた朝が来る。だるい一日の始まりだ。それでいいのか、お前の人生。成功する奴は決してこんなことはしない。他の奴らが寝ているうちに布団から出て行動を始める。毎朝志を抱き、少しでも自分の目標に近づこうと努力するんだ。成功する者はそれだけ努力し、汗を流し、一日一日を精一杯に生きる。苦しいことがあっても、負けるものか、負けるものか、とつぶやきながら、決して前進をやめることはない。お前にもやりたいことがあったんじゃないのか？あの時やめてしまったこと、挑戦を諦めてしまったこと、周囲からそんなことはやめておけだの、うまくいくわけないだの言われて、それも一理はある。なぜなら行動しない奴は失敗もしないからだ。それとは逆に、行動し挑戦する奴は必ず困難や失敗にぶつかり、苦しい思いをする。世の中には成功する者と失敗する者がいるんじゃない。行動も挑戦もせずに失敗も成功もしない者と、行動し挑戦して失敗も成功もする者だ。そして最終的に成功者になる者は決して諦めない。どんなに困難が襲い、目の前が真っ暗になっても、もう少しだ、もう少しだと、自分に言い聞かせて、歩みを止めないのだ。彼らは他の人が諦めて、やめてしまうところでも、決してやめようとはしないのだ。そして気がつけば、元の場所より、はるか遠くに行っている。そうだ、困難が訪れめげそうになった時でも、顔を上げ前を向き、あと一歩あと一歩と前に進み続けていれば、途絶えていた道がつながったり、新たな道が見つかったりするのだ。もし今お前が何かに挑戦しようとしているならば、このことをよく覚えていてほしい。どんなに苦しいことがあっても、自分には必ず乗り越えられる力が備わっていると信じ、前へ前へと歩みを止めず行動することだ。成功者とは決して失敗しなかった人ではなく、失敗し苦しい思いをし、それでも諦めずに努力し努力し進み続けた人なのだ。さあ、決意が固まったら躊躇せずに進み始めよう。その努力は必ず報われると信じて。